の名前はダハール、新しい地球の支配者だよ。緊急事態なのです。レプタリアンたちが現れたのです。この星を守っているものだ。今すぐ引き上げろ。奴の狙いは地球人の計画を阻止して地球の歴史を変えてしまうことだろう。行かせてください。3億3000万年前に。強い者が弱い者を支配する、それがこの宇宙のルールだ。地球には今さまざまな惑星から招かれざる客人たちが来ている。諦めるな。俺の真なる使命。宇宙の宝庫黎明編公開直前スペシャル。今日は10月12日公開の映画宇宙の宝庫の見どころやキャラクター紹介、さらに今回豪華声優陣と共演を果たした女優千円よしこさんと監督を務めた今掛勇さんの独占インタビューを紹介。申し遅れました、俺はレイ。今回宇宙の宝庫の映画に出させてもらってます。でこっちは俺は平、よろしく。今日は俺たち2人で映画の魅力をお届けします。物語は俺たちの他にアンナ、なんて声出すのよ、そんなに重くないでしょ。ハル、昨日の夕食約束してなかったっけ。エースケ、世界が誇るロックスターエースケ風間だぜ。5人の大学生たちの生活から始まるんだ。ちなみにアンナっていうのはレイと付き合ってて、あ、おい、改めて言われると恥ずかしいだろ。それで俺たちはごく普通の大学生活を送ってるんだけど、お取り込み中大変申し訳ないのですが、うわ、緊急事態なのです。今すぐ来てほしいのです。実はもう一つの顔があって。全員食らい尽くせ。レプタリアンっていう悪質宇宙人から地球を守ってるんだ。レプタリアンたちが、突如そこに邪悪な宇宙人ダハールが現れるんだけど。レプタリアンが憎いかい。あれ怖かったんだよ、赤いのがぐるぐるってなってさ。奴の狙いは地球神の計画を阻止して地球の歴史を変えてしまうことだろう。行かせてください。3億3000万年前にダハールにさらわれて消息を絶った平を追いかけて、俺は地球神がいた時代3億3000万年前の地球にタイムジャンプするんだ。すっげー。そこは人類の始まりの頃の時代で、地球神アルファという方が文明を創造しているんだ。アルファの時代がですね、この作品の中心になるんですけども、実はその時代にですね、人類の始まりであるとか地球のですね創世記、さまざまなものが始まっていくというストーリーなんですけれども、他の星からやってきた今回のですねヒロイン役になります、ザムザという翼竜タイプのレプタリアンの女王とですね触れ合うことによって地球人とは何か、そして自分の使命は何かというものを、見つけていくストーリーになります。このゼータ星の女帝ザムザを演じたのが女優千円よしこさん。そうですね、ザムザさん、宇宙最強の戦士、もう強くて最強っていう感じなのに、それがやっぱりだんだんこう、なんていうのかな、地球人と触れることによってこう、なんだろう、愛とか、なんかこう強さ以外の尊さみたいなのをこうなんかこう感じて、ツンデレって存在するじゃないですか、世の中に。ツンじゃなくてもうドンじゃないですか、もうツンを超えてもうドン、もうドンデレみたいな。だからなんかすごいんですよね、なんかそのなんか魅力の振り幅が。そう、千円さん演じるザムザ、すごい迫力だったよな。ツンデレじゃない、
ドンデレなシーンも見逃せないよな。たくさんの映像、まあ、アクションやですね VFX、 そして美しい音楽もあります。神秘的で奇跡のですねある映像ができておりますので、まあ、楽しみにしていただければと思います。見て、あ、こうやって地球始まったんだみたいな風に思えたら、きっとなんか今許せないものとか許せるようになると思うし、単純に、はあ、どうなっていくの、はあ、え、地球どうなっちゃうのみたいな感じで、すごくワクワクドキドキできる作品なので、皆様買うご期待でございます。見てください。ハリウッドの VFX スタッフが制作した CG シーンも、レイが謎の黒い騎士ブラックナイトと戦うシーンもスリル満点だったな。ああ、この映画で描かれている地球の始まり、壮大なスケールで明かされる真実の創世記をテレビの前のみんなにも体験してほしいんだ。想像を絶する始まり、ぜひ劇場のスクリーンで待ってるぜ。すでに地球に来ている宇宙人500種類、その中で主な勢力を占めるのは20種類。これはこの地球と宇宙の歴史、人類が忘れていた真実。あなたはこの事実を知っていたか。強い者が弱い者を支配する、それが宇宙のルールだ。人々を襲うのは全員食らい尽くせ。レプタリア。この星を守っている者だ。特別な能力を持つ5人の地球人。お前が親玉か。レプタリアンが憎いかい。奴の狙いは地球神の計画を阻止して地球の歴史を変えてしまうことだろう。行かせてください。3億3000万年前に。止めても無駄のようですね。人間。負けた者には死があるのみ。おとなしく私に従え。私を誰だと思っている。さよなら、悲劇のヒーローさん。この地球の想像を絶する計画がついに明かされる。今こそ地球の真実を明かそう。宇宙の法黎明編。